福原元勘は、江戸時代末期の長州藩の英太画廊。通称は、越後で、福原越後として知られる。長州藩師藩である須尾徳山藩主毛利光鎮の、六男で最後の長州藩主となる、毛利玄徳の実弟である。文化12年8月28日生まれ、六尾であるために家督を継ぐことはできず、12歳の頃に、長州藩宿り木組、 助けせ長の養子となる。元の字は、この頃の藩主、毛利一氏元から変記を受けたものと推測される。家営四年、家老に昇進するが、大名のこの養子先としては、価格が低すぎることから、安政五年に、判明で、長州藩で代々家老職を継ぐ、家柄の福原地下都市の家督を継承した。万、ま、延元年に、国家老として、藩主、毛利吉地を補佐し、 尊老上位運動を推進する。文久3年に廃止された最後の当職を務めており、当職廃止後も過半役として反省の中枢に残った。公日の徴収軍上落に至る政務において、どのような権限を持ち政務を行ったかは定かではない。ものの、在職期間から考えて、公開延略策の進言、反正し転換などの政策で、責任者の一人であった可能性が高い。 同年8月18日の政変で、長州藩が京都から追放されると、源氏元年に、来島又兵や草加玄瑞らと協力して拒兵し、上京して、禁門の変を引き起こした。元官は、伏見長州藩邸に婦人した長州藩主力軍の総大将として、伏見街道を進むが、途中で交戦した大垣藩勢の銃撃で負傷、敗退して帰国した。その後、 幕府による第一次徴収性罰が起こると、藩内では保守派である俗論党が主導権を掌握してしまう。元官は、金門の変で敗れて逃げ戻ったという経緯があったため、保守派の意向に逆らうことができず、西郷隆盛の要求により、国主親将、増田親瀬と共に、金門の変、並びに、徴収性罰の責任を取る形で、同年11月12日に、 岩国の龍魔もるじで自害した。主宮は、他のカローラの主宮と共に、幕府側に送られた。自制の苦苦しさはゼユルワが身の湯煙空に立つなわすてがてに、する慶応2年8月に、在城焼き、捨てるの命が下り、藩主に背いた府中不義との汚名は破棄され、11月に、完成した、維新召婚者の主審として先座された。陽子氏は、 福原生をはばかって、鈴を五郎と名乗ったが、後に複製して、福原義道と名乗った。また、助成家に、養子へ出された時に即室との間に、実施彦七が生まれ、文久二年に彦七と、井上香織の妹講子との間に、孫栄太郎が誕生した。栄太郎は、母方のおじ香織の庇護を受け、慶応義塾へ入学、三井物産へ就職して、 明治34年頃に小野田セメント社長になった。元館については、昭和期に、相央島町出身の画家、中村青田によって作られたとされる木造が知られて、いたが、平成25年に、豊富市の毛利博物館で、肖像画が発見され、明治45年、大正元年までに、同博物館に預けられたと見られることから、前日の木造の元になった可能性が指摘されている。 その他、地元彫刻家によって作られた銅像が、上五国神社に平成22年に建てられた。科目で、下段、温厚でもあり、幕末初期の長州編政を見事に運営した、迷信として高く評価されている。毛利博物館には、元官が描いたとされるホトトギスの絵が残されている。現時元年に藩平を率いて上落する直前に描かれたこの絵には、 太平記で、楠木正成が登場する一説と思われる文が書写されている。港川の戦いで敗死した楠木正成は、事前に勝ち目がないことを悟っていたとされることから、長州軍の挙兵、上落が成功するかどうか疑問視していたとの見方も、ある。実際の親子関係のみを示す。ありがとうございます。